東証株価指数トピックス100を構成する企業の女性役員の割合が 12.9% になったことが分かりました。企業の役員に占める女性の割合向上を目指す 30% クラブジャパンによりますと、東証株価指数トピックス100を構成する企業の女性役員の割合が7月の末で 12.9% になり、去年に比べて 2.4 ポイント増えたことが分かりました。また女性役員がゼロの企業は2018年には24社ありましたが、今年は8社に減っています。そして女性役員が2人以上いる企業が初めて過半数となり、とりあえず1名という状況から前進しようとする積極的な姿勢が見られるということです。政府は2020年までに指導的地位に女性が占める割合を 30% にするという目標を掲げていましたが、達成できず、政治や経済の分野における多様性の推進は喫緊の課題となっています。